ゲームファイイザナギオンラインの時間です。シャッなんかいきなりイザナギと関係ない話をしていいですか？なんでいやいつも思うんですけど、はい、高橋君と僕の椅子同じところにすると、はい、なんか僕の頭が全部収まらないんですよ、うん、そのせいでいつもなんかしなければモニターからこうやって引いた位置に僕が移動するんですね、はい、これって僕の座高が高いけどな。僕の座高高いよ、90なんかだもん。でも僕の方がはるかにこれだけ iPad1 つ分僕後ろに下がってますからね。まあね、ファイターさん僕より背高いでしょ。あ、そうだっけ？多分そういうことか。何気にコンプレックスだったんですけど。そうなの？今解消されました。よかったじゃあよかったです。はい、じゃあ行きましょうよ。行きましょう。イザナギオンラインで、はい、夏の初台祭りがもう始まってます。始まってる。もう始まってる。でね、最近ね僕ずっとウォリアーとかアサシン使ってたんですけど、はい、ちょっとこれを機会にいろんなアイテムがもらったりできるんですよ、はい、イベントに参加して。久々に初心に戻って、はい、明治を育てたいなと思って。いいじゃないですか。今ねこっちに戻ってき、こっちっていうとあれですけど、はい、大和ってとこにずっと行ってたんですけど、はい、レンガ壁の町とか西平原とかに戻ってきてましたね。はい、久しぶりですかね。じゃあ早速ですね、皆さんに夏の初台祭りの内容を今発表できるところまで全部明かされてないんですよまだ。はい、発表していきたいと思います。はい、1つ目、はい、サマーギフト15夏季限定ゲリラボーナス祭り。これ何かっていうと、不定期にメールが届いて、はい、メールを開けると金剛石とかアイテムが手に入ります。ほう、まあ鉄板のイベントなんですけど、うん、なんかしょっちゅうメールが届くんで、皆さんガンガン21位とかね結構ね届いてる率高い気がするんで、僕の中では。なるほど、なんとなくね、なんとなく夜とかちょっとログインしたりとか、昼休みとかも食事行く前にちょっとログインするとかして、ぜひ見てみてください。はい、ちなみにこのボーナスは特定の時間にログインしたプレイヤーしかもらえません。あ、そうだから3日分まとめてもらおうとか言って3日に1回ログインしてももらえない。なるほど。のでぜひちょこちょこログインしてもらってください。これは8月31日までやってます。長いですね。長いです。夏休みなのでずーっとです。なるほどね。ずっとあまりにも配られるんで、なんかあまりにも配られる。そう、運営が心配になる。このゲームいつも結構思うんですけど、大丈夫なのか。大丈夫かなって。経験値アイテムとか僕は結構買っちゃう方なんですけど、はい、夏休みが終わると多分買う必要がなくなるなって今ちょっと思ってる。なるほど。まあでも、はい、まあ嬉しい方も多いでしょうからね。僕みたいになんか久々にセカンドキャラクター育てようとか思ってる方はぜひ夏休み毎日ログインしてほしいと。はい、はい、続いてまだまだ第2弾。これももう始まってます。始まってる。はい、激出大解放最強育成祭り、はいっていうのをやってるんですよ。はい、でイベント期間中、はい、獲得経験値とアイテムドロップ率が 30% ずつ上がります。かなり上がる。これ超でかいですよ。でかい。普通アイテム使っても 25% 上がりますとか、その程度なんで。でかい。これやるとクエストとかすごい勢いで進むんで、ストーリークエストとかでなかなかアイテムドロップしなくて個数集まらないなって人は今の機会にやるといい。おい。ちなみにこれ9月2日までやってます。長っ。そうなんかね、今さやるとね、サクサクなんか久々になんか明治でやって、はい、海に戻ってきたんですよ僕は。はい、そしたらなんかあれアイテムガンガン落ちるし進むの早いし楽しいぞってなってて、うん、結構ねこの機会にセカンドキャラクターが20レベルぐらいで放置してるキャラクターのストーリーを進めると楽しいと思います。うん、はい。次いっちゃいますよ。なんかもう今2つ目でしたっけ、うん、なんかこの時点でかなりすごいんですけど、難易度が超下がってる。8台だから8つですよ。すごいっすね。いきますよ、はい、3つ目、はい、ローリスクハイターンイザナギサマージャンボ。ひどい。なんか詐欺にでも合いそうなローリスクでハイリターンのお仕事ですよ。ちょっと怖くなりますけどね。で特定のボスから、宝くじがドロップするようになります、はい、つまりボスは討伐しなきゃいけないんですね、うん。でそうするとメンテナンス時に宝くじ1枚につき1回ゲーム内メールで抽選番号が届きますと、うん、で後日結果が発表されてその抽選番号の表を見て当たっていたら豪華商品プレゼント。もう確かね総額いくらだったか忘れたんですけどものすごい量のゴールド手に入ります。でこのゲームって露店で、はい、ゴールドで装備とか売り買い自由なんですよ。はい、1等が当たればレジェンドっていって最高レアリティの装備とか余裕で買えますね。余裕でレジェンド装備に身を固められますね。もちろん1等当たらなくてもかなりの額の金額がもらえるので、まあ言ってしまえばボスを倒すと、今までも装備を集めるためにボスを周回してたんですよ。だけどそれがボスを倒すとついでに宝くじももらえて、さらに装備も整ってるっていう、単にお得になっただけって考えるとすごいいいですよ。ローリスクハイリターンっていうか、別にリスクない、ノーリスクただちょっとボスを倒すための時間がかかりますよって話なんですけど、別に今まで普通にボス集会してた人がやってたからね、やってたことにただ宝くじが足されて「やった!」それだけ。飛ばしてますね。いやなんかね、去年の八大祭り何だったのみたいな感じだけど去年比2倍ぐらい豪華だと思います。次いきます。はい、はい、これ動画の時点では多分もう始まってるのかな。第4弾最強3兄弟ボス&最強ボス討伐祭り、これイベント期間中に毎週週替わりでイベントマップに兄弟ボスが出てくるんですよ。でクリア報酬、そして混合石チケットとかすごいアイテムがもらえるというものなんですけど、今回ね恐ろしい最強ボスを倒すと、で混合石だけではなくレジェンド核武器、確定玉手箱というのもらえます。確定つまりそれを開けるとランダムにレジェンドレアリティの武器がもらえる。いやもうおかしいでしょ。でさらに救済の風呂敷っていう強化、救済の風呂敷ってアイテムをどんどん強化していけるんですよね、イザナギは。でその強化の失敗した時に武器が壊れてしまうんですよ。しかしこの救済の風呂敷というのがあれば壊れない、はい、っていうアイテムも一緒に手に入るので、公式サイトにも掲載されます。つまりそれだけ倒すのが難しいボス。もう倒しただけで「お前イザナギの世界名前が知れ渡るのじゃ」みたいな、そんなノリはい、このボスを倒す、はい、でどんなボスが出てくるかっていうのはぜひ概要欄の記事でご確認ください。はい、はい、4週連続でボスが出てきて、それを倒すと混合石チケットがもらえる、でさらに最強ボスというのも出てきて、それを倒すとレジェンド武器確定の玉手箱がもらえると。これね、今までキャラクター育ててきた皆さんはぜひチャレンジしてください。これはもう今までボスをキャラクター育ててきた方用ですね。ご褒美イベント。はい、はい、で第5弾、いきますよ。倒せレイドボス、つかめ栄光の称号。これまたね結構手強いイベントになってます。イベント期間中に、レイドボスの討伐数、はい、上位3名に特別な頭旗がプレゼントされます。頭、そうですね、頭につける装備ですね。で頭旗は各レイドボスをモチーフにした色替え旗を予定していると。つまり倒したレイドボスのトップ3が表彰されて、レイドボスを倒した数でトップ3が表彰されて、で限定のアバターが手に入ると。で、一応ボスはハドゥ兄弟、ダイジャ兄弟、スケルトン兄弟、キメラ兄弟、テングダン兄弟といるので、はい、どの頭アバターになるかはちょっとお楽しみって感じですね。多分テングダン欲しいな。いいっすか。いいですね。僕天狗ってつくものが大好きなんで、天狗の仕業じゃーとか言ってるのわからないか今の人には。妖怪の仕業みたいな感じで天狗の仕業っていうのが流行った時代があったんですよ。はい。ジェネレーション的な、多分ね、分かる人は分かってくれるけど、分かる人コメント欄ぜひ書いてください。ジェネレーション的なあれがありまして、いや、高橋さん言っても僕とそんな離れてないんですよね。いやーどうかな。僕まだギリギリ20代だし。でも変わんないですよ。死者誤入した俺40だ。そうだよ。より離れますよ、より。はい。そんな感じで、あ、やべ、壁の前に来てた、ずっと。はい。そしてですね、次はもう名前しか明かされてません。なるほど。はい。詳細はまだ。個人的には一番楽しそうなんですけど、発見するまで帰れまてん、イザナギダウト。なんか流行りに乗ってる感がすごいするんですけど、何かを発見するまで帰れないイベントらしい。名前から推測するに体張ったりするやつですかね。割とこれね2パターンちょっとあるのかなと思ってて、想像するにニコ生で僕が閉じ込められて、それいいじゃん、それにしろよ、もうそれにしてほしい、ファイターさんそれやってほしい。なんかコメントの人に目隠しとかされてて、何かを発見する前に右右とか聞こえてくるんだけど、何ってやるような72時間ぐらいやったらいいじゃん。やめてくれ、やめてくれ、ちょっと素になってしまった。それは死ぬやつ、もしくはなんかイザナギ内に宝がすごいたくさん隠されていて、うん、それを発見するまでログアウトできないみたいなそれはそれですごいぞもしくはプレイヤーが何かを探す。ああ、そうですね、うん、ちょっとね分からないけど楽しそう。すごく72時間はやめてください、本当お願いします。あれね、ああいうなんかよくあるじゃないですか、なんか24時間耐久とかありますね。あれやった人がうちにいるじゃないですか。いますね、結構やってる人いるじゃないですか。いますね。あれ聞くとね、コスケって名前やった気がする。コスケもやってるんですけど、相当しんどいらしいよ。いや、しんどいですよ。まず眠れないんですよね。あのね、そう、フィジカル的に相当しんどいらしいよ。当たり前かもしれないけど。当たり前だけど。だけど、本当にね、見てる人の想像する以上に辛いらしくて、あれはね、本当にやめてほしいって言ってた。いや、72時間で今、高橋さん。だから、ファイターはそれを打ち破って、行くわけですよ。いや、勘弁してほしい。僕は応援するって。高橋さんを応援して48時間ぐらい応援し続けてくれますよ。いや、合計48分ぐらいなら応援しますけど。ちょっと待って、それで僕と高橋さんの重み違いすぎない？ああ、見たい、それ見たい、やってほしい、見たい、ファイターが苦しんでんの見たい。え、今なんて言いました？ファイターが苦しんでんの見たい。なんで僕、高橋さんのために苦しまなきゃいけない？僕のためじゃない、みんな。いや、みんなね、ファイター苦しむとことか見たくないから。いや、結構ね、あれだよ、いや、苦しむんだけど、なんか誰かが苦しんでるコンテンツすごい面白いよ。ちょっと何気に結構下道なこと言う。そんなこと言ったら僕だってまた富士山登んだからな。いや、僕富士山だったら行きたいですよ。クソしんどいっつうね。いや、僕は昔は年に1回登ってましたよ。そりゃすげえな。結構楽しい、1日に登れるのと結構楽しいんですよ。5合目からですけどね。じゃあファイターズ行けんじゃないの？じゃあ一緒に行きますか。行かない、無理無理。なんかイザナギの T シャツを着て頂上でなんかやりたい。やればいいじゃん。やりたい。まあさっきのそれまだ話が飛びましたけど、まだよく分かってはいないんですけども、名前から察するにとても楽しそうである。楽しそうである。イザナギアウト。で第7弾、検索するより探索、イザナギ秘宝祭り。よくわかんない。いいですかこれ？結構全部イベントもなんかこれこれみたいな名前的なついてるじゃないですか。全部飛ばしてますよね。これね、そうですね、名前だけで推測すると、去年いろんなアップバンクとかいろんなサイトになんかコードがばらまかれていて、検索して探索するイベントがあったんですよ。ああ、なるほどなるほど。それじゃないかなって思う反面、検索より探索って書いてあるじゃないですか。ねってことは今回イザナギの世界を探索するんじゃないかって気がしていて、なるほどね。イザナギの世界に7つの表があって。それを集めると運営が何でも願いを聞いてくれとか夢がありますよね。一つだけ、あ、3つまでみたいな。あれ知ってる？3つ願いを叶えてあげようって言って、1つ目の願いを4つに増やしてくださいって言って、変わんねえじゃんね、トータルじゃね。あ、ほんとだ。まあいいや。あれ何のネタだったんだあれ。まあいいや。ああ、わかんない。とりあえずなんかいろいろ願うけど、多分大体なんか僕の願いはもっと露出を上げてくださいとか。運営の力を超える願いは無理じゃとか言われるパターンです。そうですね。僕らの願い多分ふんどしとかね、大体実装されない。僕らって僕も一緒にしないでください。だから多分エナメルラバーセットもダメですよ。いや、あれね、本当ね、どこも実現していただけない。本当に。確かなんか別のゲームでもまた同じことを提案してましたよ。うん、してた。あれダメだったんですか？なんかダメそうだった。なんかダメなんだよな。だからそういう機会が来たらもう願い事でね、叶えてほしいと思います。じゃあちょっと秘宝祭りちょっと楽しみにしてみましょう。楽しみ、僕超楽しみ。で僕ら秘宝を集めたら今勝手にイベントの内容決めてますけど、全然違うウェブサイトを検索するイベントの可能性も結構高いです。まだ名前しか分かってないですから、ね。はい。まあその時は来たら皆さん楽しみにしましょう。ぜひ楽しみに。うん。ということで第8弾なんですけど、はい、なんか現在あれ？現在企画して検討中ってなってる。これね、多分ね、それあれだよ、7つ目までが順調にいったら急遽ね出てくるんですよ。ああ、なるほど、うん、なんか七不思議は6つ目まで見たらなんかすぐ目の前に現れるよ的な感じだ。これね、内部的な話をすると、内部的な話いいんですか？いつものパターンからすると、はい、まだ決まってないだけだと思う。普通にだから今ここでコメントにみんながあれやれこれやれ、ああそれいいじゃないですか。意外に実現するかもしれない。皆さん今がチャンスですよ。行きましょうよ。ただ72時間は勘弁してください。72時間いいな、ちょっと皆さん空気読んでくれるかな。ちょっと待って、空気読んでほしい。ちょっと寝る時間とかどうなの。空気、いや全然寝ればいいじゃないですか。あ、寝られるんだ。寝ればいいと思います。ああいう企画寝てるよ普通に。あ、そうなの。で朝ドッキリあるから、どうもーとか言って、なんか宇宙からやってきた海賊みたいな人が来てさ、バズーカボーンってぶつかる。本当に、うん、ちょっとそれはそれでやりたくなってきた。でもさ、寝起きドッキリってあるじゃないですか、はい、なんか女性タレントの寝起きドッキリとかはなんかテレビとかである気がするんですけど、男の寝起きドッキリなんて見ても何も面白くないんじゃないですか。超楽しいよ。え、マジで、うん、それで言ったらこの前あれだよ、なんかおっさんが寝てる姿とかずっと待ってたからね。嘘。音声はオフってありましたけど、うん、ずっと寝てる間ずっと撮ってたよ。すげえ盛り上がってた。でその人が起きたらみんなね、なんか仕事とか学校とかに行っちゃって人いなくなってさ。夜のどう盛り上がるの。いやわかんない。すげえ盛り上がってた。おっさんの寝顔可愛いなみたいな。あとね、ちょっと動いた時とかすごい面白いんですよ。あ、動いた動いたみたいな。まあそれはわかんないけど、なんか動物園の定点カメラみんなで覗いてるみたいな。ほんとそんな感じ、そんな感じです。なるほどね。ダイオウグソクムシの定点観測みたいな。まだ8つ目まだわからないんですけど、何かもしなんかいいのあったら行くかもしれない。まあ行かないとは思いますけども、ちょっとそこは一応行ってみるっていうのはやってもいいんじゃないかなと思います。ぜひお待ちしております。面白いのがあったら、もしかしたらいつの間にか9大祭りとかにね、そっからいつから八大祭りと錯覚していたとか言われるんですよ。マジか。そう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 。増えてる。まあ記事とかたくさん出てるから、いつからも何もお前ら八大祭りって言ってたやんけってなる。言ってた。これ結構でも楽しそうじゃないですか。そうですね。だんだん祭りが増えていって、最後この祭りあとちょっともうちょっとだけ続くんじゃなくて、冬祭りまで突入する。そんなこと言ったら365日祭りになっちゃうぞ。まあまあそうですね。まあでもいざなぎオンラインしょっちゅうゲリラメール届いてて、いつでもなんかこいつらとこれだけ広報席配りたいんだよって思うこともある。心配になる。まあでもこの八大祭り楽しんだら、うん、きっといざなぎプレイヤーが増えて、うん、で運営さんが喜ぶと。でいざなぎが栄えれば、はい、アップデートの速度も速くなると、うん、でレイドボスのが次アップデートで来るってことになってますけど、うんうん、もっと来ると思うんで PVP とか来ないかなとか願いながら、ちょっとイザナギをプレイみんなで誘って夏の八大祭りを盛り上げるといいんじゃないかなと思います。ものすごいアイテム手に入るんで、はい、ものすごいアイテムとか手に入るんで、絶対にね今始めるとねお得なんですよ。だって 30% ドロップ率アップ、経験値獲得アップってことは 30% 早く進むってことですから、うんね、まあ、実際にはアイテムとかガンガン手に入るとそれより早く進むと思います。でも2倍ぐらいで進むと思います。うん、ということで、ぜひこの夏の間にイザナギをプレイして、この祭りに乗ってほしい。乗るしかない、この流れに。踊らにゃそんそん。特にこの多分最後の3つの祭りね、かなり楽しそうなんで、それはね結構思いますね。これを一緒に楽しめるようになるために今のうちにやっとく。はい。でこのコメントでイベントに対してこんなのやってほしいです。あることないこと書く。あることないこと書く。とりあえずアイデアとして出しておくのがいいですから。多分ね、イザナギやってない方もこの動画見てる方いらっしゃると思うんですよ。うん、マックスのアイチャンネルなんで。うん、で僕が見たいなと思うイベントを勝手に書いといて、うん、実施されたらイザナギを始めるのもいいかもしれない。はい。これねひどい。高橋君を例えばねバンジージャンプで先人の谷から突き落とすとか。ライオンか私は。そうそんな感じで適当にやってほしいことを書くと。で、ね、実現されたいざなぎをやるみたいな。いいじゃないですかね。僕ね全然バンジーとかしてみたい。マジですか、うん、楽しそうじゃん。あ、じゃあぜひ皆さん書いてあげてください。あ、ちなみに本当の話でゲームファイター高いところが怖くて、あ、そうなんだ。そう、駅のホームぐらいの高さも意外に怖いんで。やばいじゃん。そう、結構やばくて、本当にちっちゃい時にクラッと来てホームに落ちたことがある。それはやばいよ、うん、これ結構やばいんで、ファイターはバンジー NG です。 OK です。ということで面白いコメントを書いてくださいということで、夏の八大祭りの紹介でした。はい。それではまたお会いしましょう。あ、ゲーム説は今日ないんですね。ないですね。はい。ありがとうございました。コメント欄ちょっと楽しみ。はい。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。